フクチャンネルです素晴らしい勝利でしたワールドカップアジア最終予選第3戦ですねアウェーのサウジアラビア戦の総括をしたいなと思いますこのアウェーのっていうのはねやっぱりキーではあったと思います9月シリーズでいうとね、えー、素晴らしい戦いではありますがやはり今回のサウジアラビアそして次のオーストラリア 10月の、ね、ステージはやはりレベルが上がる個人の技量が上がるということでどのような戦いになるかというところでしたが素晴らしい勝利だったなと思いますこのアウェーのということで相手がやはり勢いよく来るんじゃないかということそして、やはりさすがの、ね、こうスタジアムで声が聞こえないとか。 やりづらいっていうのはねやっぱこうありましたし最初からこうサウジがある程度ねこうフォーバックにしてきて日本の対策ということでしっかりとね対応してたというところもありましたがやはりさすがだなと思ったのがそこにまずはしっかりと対応していったということです。 まあもちろん、ね、3バックの場合や4バックの場合やっていうことの、ね、イメージとか練習っていうのはしてたと思いますけれども比較的に早い段階で相手の戦い方を見てどう戦っていくか、まあ、どうやってビルドアップしていくか守備の時にどう当てはめていくかそして一人一人の対応がや、ね、はりレベルが上がることによって2人目、3人目、まあ、カバーリングですね をしっかり対応できるかというところはできてたんじゃないかなというふうには思います、えー、まずね、えー、もう最初にこのゲームの素晴らしい出来というところではもうモリタでしょうねやはりモニターがビルドアップのところそして得点のところ やっぱり要所要所でしっかりとゲームをコントロールしてくれたというのは良かったですね、やっぱ立ち位置がいいということで、まあ、いろんな状況を見つつ、いろんな判断をして、まあ、適切なあ判断をよ,よりしてたんじゃないかなというふうには思います。いい選手ね、もう本当に良かったなと思いますよ、おザイオンだってね、あのスーパーセーブがなければっていうのは。 前半のところですよね、ありましたし、やっぱり3バックもルーズにボールを蹴られた時のね、この対応っていうのは難しかった中で、前半からねしっかりとできてたと、ボランチもね、もちろんここの遠藤のチェイシング、それによって、やっぱカウンターを抑えられたというのもありますし、まあね、褒めれば、褒めることはたくさんあるかなというゲームだったと思います。 やはり、ね、こう最初、バーレーン戦と同じメンバーということで、ね、サイドのところをどうするかなとは思ってました、まあ、アウェーの戦いであるんで、えー、サウジに持たれるっていうのも想定あったと思うんですが、まあ、そういうことで、ね、伊藤純也を最初から使ってカウンターということをするのかなとか思いながら堂安とう右に南のそして左に三マと鎌田。 まあ、というところでは、まあ、スムーズには入ってたと思いますうーただー相手が左サイドの19番それもアルダソリがあやっぱ、うんまあ、中心になって攻めてくるということもあって同安が守備した後の立ち位置とかやっぱ右サイドを持ち運ぶ時っていうのがすごい立ち位置難しかったと思いますけれども。 それをねしっかりと対応してたなというふうには思います。そしてそのビルドアップの時にねこう前に3人かけてきた相手がですね3バックに対して3バックこうぶつけてねフォワードが来るわけですけれども3フォワードっていうかねがぶつけてくるわけですけれどもそこに1人降りて1人余らしながら運ぶ。 でもそうすることで森田と遠藤のところに7番と6番の3人のボランチの中のインサイドハーフと呼ばれる選手がぶつけにくるんですがそうなるとなかなか中距離のパスになっちゃうんですよねアンカーの脇の中距離のパスを入れられるかどうかやはり前半のところではそこをセンターバックの選手が出てきたりとかうまく相手がはめたとき まあはめられた時ですかあーに苦労した部分はありますけれども、まあ、そこをね1人下がるとかあー逆に言うとちょっと出ていくことによってインサイドハーフの選手をずらしたりとかあそして8番のね相手のアンカーの選手を横に揺さぶったりということで。 前半の、ね、戦い方というのは素晴らしかったんじゃないかなそれがね体力を相手を奪ったんじゃないかと思いますこれが揺さぶりってねこうなかなかねうん、まあ、対応にも、まあ、よると思うんですがやはり前半の最初に点が取れたということですね。 点が取れたことによってやはりゲームをうまく運べたそして点を取ってからねなかなかこう点が取れないっていうふうに思ったかもしれないですけどもこれ揺さぶったということですねやっぱこう相手を揺さぶることによって体力を奪うそして後半勝負ということもできるやはり相手もねこうミドルゾーンにセンターサークルの付近ですねもうブロック固めて日本が攻めようとした時に そこの陣地に入った時には激しいプレスに行くということをしてたのでなかなかねスペースがないそして裏を狙おうとしてもやはり裏はねこうケアされてるということでうまく守ってたんでやっぱそれをねこう強引にガンガン裏に蹴って走って走ってっていうふうに、ね、同じようなサッカーをするんではなくて横にしっかり揺さぶったことによって相手を揺さぶるそして逆の展開っていうことを有効にする。 こういうことがね、えー、しっかり戦えた。まあ、だからこそ試合後者っていうことはね、言えるんじゃないかと思います。まあ、点の1点目なんかね、もちろん素晴らしい得点です。ここでね、やはりこう起点となる動きとかあ、そのおかげっていう点で言うと、やはり10万の堂、ね、安がドリブルをしている時に南野が、 オーバーバラップをする。まあ、そうなると相手のサイドバックっていうのは南野に強く当たりに行けないし、まあ、センターバックもこうかわされたら怖いということでなかなか来ないそうするとやはり堂安が左足でもってゴール前に詰めることができる。 とか蹴るることができるシュートもできるっていう余裕が生まれる、まあ、そこでサイドジアラビアの選手たちは中央に集まっていいくということにはつながりました、まあ、ここがある程度の起点ではあるんですがやっぱりその点が取る時っていうのは他の選手の動きもちろんねこう、うん、三笘の折り返しそして森田のヘディング鎌田の詰め、まあ、最高のね人数を入れるってよく言いますけど人数をしっかり入れたこと。 おそしてもう一つ良かったことがやっぱ鎌田でしょうねこの堂安が左足で余裕を持った位置でこうね、えー、ゴールヨを見ている中で鎌田がやっぱ中にこう手を上げながら行くわけですよ。まあ、そうなるとねサイドバックの選手はマークにつかざるを得ない、まあ、そうなると三笘がフ振り、まあ、それでね三笘も。 ダイレクトで折り返したということでは、こう相手の揺さぶりができたということですね。まあ、それで森田がヘディングでつないで、結局蒲田のところに来たじゃないかといった得点ですので、もうね。こう。南野の動き、そして鎌田の動き、このね。おとりの動きっていうところで、この揺さぶりっていうのは効果的だったんじゃないかなという風うには思います。ここのね1点でその前半で揺さぶりっていうことの。 時間に使えた部分もあると思うし余裕もあるしそれして相手が行かなきゃいけないっていう状況にもなりましたこれがね試合校舎っていうところじゃなないいかなと思いますこれ1点入れられてたらやはり相手のね勢いアウェーですからサポーターのあの勢いがねめちゃくちゃアップするんでこれ先制点取れたのは大きいしもし取られたとしても滑っていうのはねこう 日本は対応できる選手たち交代もそうだしフォーメーションを変えるのもそうだしやっぱギアを上げるのもそうだし、まあ、そういうのができる選手たちですから、まあ、その対応はしてたんじゃないかと思いますがやはりこの試合を始まって相手がどうなったかっていうところで合わせる対応そして個人の能力があるということで個人に対する対応こういう対応力っていうのはものすごい速くなりましたね。 これはまず日本が強くなったと言ってもいいんじゃないかと思います。そこのその後のね、ドワの場面です。やっぱド安にボールを預けるときですね。中盤がなかなかないって言ったときに、ドワに右サイドで預けたとき、リドワがえっと斜めにちょっと中距離的に南ミがそのスペースを空けて中距離的に上田に預ける。そして上田が。うーん くさびに入って南野がそのままこう相手抜けたところに出ていくっていうか抜けて出ていくっていうことをするシーンが25分にあるんですけどこういうふうに斜め斜めっていうのがうまく効果的にこう相手がプレッシャーかけてきた時っていうのはやっぱ効果があるんでやっぱそういうのを対応してたっていうのもいい面じゃないかなと思いますね。 まあ体でブロックするとかねもうあの3人ブロックとかも最高じゃないですかやっぱこの辺は気持ちが入ってたなといいううふうには思います、うん、後半もねこう小川を,を入れてきてとかあ南野に帰って伊藤を入れてきてとかあ最後にね中村久保を入れてきてとかやはりもうここを大抵出てきた選手がもうこれだけ特徴のあるね選手たちなのでこれだけ日本はその対応によっては。 こメンバーを選べるという森谷さん的にはこう難しいことだと思いますが、それだけのね。武器を手に入れてるということで、こう日本の強さを見せましたよね。最後に中村と久保ですから、これは疲れた。相手にとっては嫌ですね。まあ、チャンスもね。もちろん作りましたし。しその側がねこうヘディングで決めるというのは素晴らしい特典だったんじゃないでしょうか。 小川もね、上田がいて、そしてやっぱスタメンということでは得点を決めて、やっぱ主張をしなきゃいけない、ここでやっぱ上田も点を取らなきゃいけないって前半ね、動いたこともあって、小川のね、スペースというか、相手が疲れてるっていうのもありますけれども、そういうね、切磋琢磨というところでは、アピール合戦というところになったんじゃないでしょうか、これでね、小川も点が取れたことで、 この貴重な、ね、2点目ということでもう相手も繊維を喪失しましたしサポーターは変わり始めましたしもこういうね本当に日本強いんだって思わせるのが大事で今度はホームに来た時にいい優位に戦えることにもつながっていきますなのでやはりこういう試合校者ということは言えるというのが今回のゲームだったなと思います、まあ、だからね課題がないかといえばルーズボールの時にゴールキーパーとディフェンスラインのコミュニケーションだったり コミュニケーションはね本当にあのグラウンドでは取れないんでこういう時には早めにどういう風うにするか。 もう確実に出ないっていう風にするかまたある程度決めることもあると思うしその状況でっていうことではうまくねこうコンビネーションを高めていかなきゃいけない部分ではあったと思いますそしてねその前半停滞してたっていう揺さぶりをしてたっていういい面もありつつもやっぱ怖さを見せなきゃいけないということではやっぱ縦のボールをもう少し増やさなきゃいけないとか。 まあシュートで終わるという場面を増やさなきゃいけないとかやっぱ怖さを与えるということをよりしなきゃいけないなというのは思いました、まあ、全体を通しても素晴らしい出来ということでもありましたので、えーね、こうコーナーキックでセットプレーでなかなか取れないと言われる中で、ね、こうどんどん増えてきていますしまたオーストラリア戦ホームでということですから。 またより強い日本が見せられるんじゃないかなと思いますまたね今度の試合もスタメンがどうなって試合が始まってどういう展開をしてということはねまた楽しみにしながら副チャンネルで総括したいなと思いますそれでは